デゼルビ、三笘の目標ゴール数がやばい。三笘薫選手について質問があります。彼は前シーズンからどの点で成長したと思いますか？ブライトンでの仕事を始める前彼はあまりプレイしていなかったと思いますが、私は彼に自信を与えました。最初の瞬間彼は私たちにとってトッププレイヤーだと思いました。彼の能力は信じられないほどです。ブライトン内の他の選手と比較してもキャリアのレベルが高いため、ヨーロッパのビッグチームに到達するには、前のシーズン以上、またはそれ以上のシーズンをプレイする必要があります。しかし、私は三笘選手は賢明で重要な年であることを理解していると思います。前のシーズンに20ゴールの課題を与えたという話は聞いていますが、今シーズンの目標や課題はありますか？非常に高い目標を設定し、その目標達成に向けて取り組むことが好きです。三笘選手は15から20ゴールを記録できると考えています。同様にソーリー・マーチもです。ヨーロッパリーグやプレミアリーグでの向上や競争を望むならゴール数を増やす必要があります。デゼルビがいなくなったタイミングが本格的にブライトンを離れるタイミングだろうな。理想はデゼルビと三笘ごとステップアップしちゃうパターンだろうけど、三笘いなかったら昨シーズンは EL 圏内は無理だったろうね。今シーズンは三笘の後釜レンタルバックしてるし、補強してるし、ブライトンも移籍に備えてると思う。反町がもう3ゴールしてるのがすごすぎる。ビッグクラブで活躍する三笘も見たいけど、どっちかというと強豪相手にボコボコにするブライトンも見たい。15から20は余裕でいけちゃうと思うよ。W ゴールアシスト合計で30くらい目標でも問題ないだろうな。得点してからは味方に預けるプレイが多かった気がした。優しさなのか、エゴ出しちゃいけないと自制してるのか、わからないけど。チームではあるけどもう少し我を出していいと思う。間違いなく、現時点でビッグクラブ主力級の能力はあるけど、デゼルビの言う通り15、20ゴール決めたらいよいよネイマールクラスだね。来年はデゼルビと一緒にビッグクラブに移籍だな。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録よろしくお願いします。